待たせたな大佐、待たせたな。ということで、今回ホラーゲームでデイライトをプレイしていきたいと思います。サバイバルホラーですね。このゲームは4月30日にパソコン版と、海外版なんですけどね、プレイステーション4で発売されて、ゾンビースタジオが、ブラックライトとかっていう FPS とね、有名なゾンビースタジオが出していて、あとね、アトラスが関係してたかな。で、このゲームの最大の特徴の一つに、ゲームエンジン、アンリアルエンジン4という一番最新のゲームエンジンが使われていることと、あとね、ゲームをプレイしていくと、その、どんどんステージを進んでいくわけだ。そのステージが毎回ランダムで、作られている。ランダム。だからもう一回プレイしたら、同じ攻防を進み方をしても、進めないっていうね。そんなゲームなんですけどね、それに挑戦していきたいと思います。ちょい、ほい。さあ、新しいストーリーでいこうかな。で、ちょっとね、最初音がね、 BGM すごいでかかったから、ここで音量を下げていったんですけどね、これ聞いてみればわかるかな。お、こんなでかいからさ、喋ってても聞こえないんでね、新しいストーリーやっていくぞ。もちろん、初見プレイなんでね頑張るぞ。操作方法は一時停止、地図を見る、グロースティック、カッコ、ケミカルライトってあれだな、松明を使う、投げる、小走り、上がる。マウスでね、プレイしていくんでね、もう、結構簡単そうじゃないかな。ほい。スマートフォン？おお。雲が。ゴール、You've arrived! サラ、フォーカス、We haven't much time at all.They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? ここは? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. ここから脱出か。Oh, no. おお、動けるぞ。で、このゲームはね、公式がもう日本語、一応直訳気味なんですけどね、対応してるので、それで、どういうこと？地図を使ってナビゲートしよう。 M、 ほい。おお、でかい。なんかゲームやる時の持ち方だな、これな。マップが表示されてるな。特に何も。まあ探索かな、最初は。アウトラストみたいなゲームはね、私はプレイしてきたから、だいぶ慣れているはず。基本は歩きみたいですね。なんかあるかな。うわぁ。人体模型、どういう感じでくっついてるんだ、これ。うん。お？なんだこれ。なんか光ってる。お。囚人、多分番号かな。囚人52番は、影の人の幻想を見ているようだ。当直医は通常療法を試し続けているが、これまでやってきたことを超える新療法について考え始めるべきだと思う。すんごい文字がさ、かすれて見にくいのか知れないけど、さすがにこんな風に見にくくなることはないんじゃないかな。よし。まあ、何のことだろうね、影の人。え？まさか。アウトラストのあいつがそんなわけないか。なんだこれ。こ、病院かな。ね、療法とか言ってるから病院じゃないか。受付、こ、正面玄関から倒れていて、今受付あたりにいるような気がするな。光ってる、光ってるぞ。ミッドアイランド刑務所では新しい医長を採用した。1907年2月5日すごい前だな。ミッドアイランド刑務所は最近、新任の医長、ドクター・ウォルター・マーサーの名前を発表した。天然痘と、結核研究の第一人者として知られていて、ニュー・キプリング市当局は、そのような優秀で熱心な新メンバーを迎えることをできたことに対する、次のページあるのかな？喜びと人々の健康を確保に取り組む姿勢が整っていたことを、でいることを述べた。まあこんな感じでね、ちょっとこう翻訳がすごいことになってるんですけど、まあ言ってる意味は大体分かったかな。
新しい方が来た。うん。なんかこのメモを多分集めていく必要があるから、ちょっと注意して探していこうかな。お、走れるぞ。走るとスマートフォンが揺れて、ちょっと明かりがって感じ。これスマートフォンの電池大丈夫かな。ずっとライトつけてたら消耗が激しいような気がするんだけど、今のところは。お、なんかバツついてないか。ああいうメモを拾った場所はバッテン印がつくんだな。よし、今のところ全然怖くない。怖くないぞ。まあ始めたばかりだからそんな怖かったら困るんだけど。あるぞ。おー、もうサクサク行こう。サクサク。おお、びっくりした。これは何、羊じゃないわ、牛の子供メスみたいな。なんでこの写真があるんだ。We are but one thread woven from the web of life. All things connect. All things are bound. 何その意味してか、どこから、え、どっかスピーカーアナウンスされてるわけか、これは。ここにもある。1988年4月4日、ファイル患者13、走れ。うわ、俺の予想では、こう、精神病院なんじゃないかな。ただの病院じゃなくて精神病院だな。ちょっと、だいたいここにはもう何もなさそうな気がする。ちゃんと探索した方がいいのかな。 1,2,3,4 つぐらい拾ったけど、隠れてたりする。うん、これ以上はなさそうだね。こっち行ってないかな。ん？なんだ？あ、これ。Use the light to find the answers. It will tell you where to look. 火を使おうって言ったけど、グロースティックだからね。お、4つまで最大持てる。グロースティックどうやって使うの？ 1 だったかな？お、あ、ちゃんと振ってる。そうそうそう、明るくなるから。おお、これで。で、もう1個持っていけば最強じゃないか。おいちょい、自動ドア、最新式だね。1907年って書いてあった気がするけど。なんか気のせい、さっきからブツブツ言って、俺の問題なのかゲームなのか、すごい怖くなってきた。明るいね。入れ物の中を探し、使えそうなアイテムを探す。グロースティックを使ってヒントを探そう。あ、これグロースティックを使ってる時だけ、こんな感じで表示されるんだ。1988年3月4日。あ、さっきと同じ患者13ですね。ゴルゴ的な。患者年齢10ヶ月、彼女が退院直後に起こった奇妙で恐ろしい出来事を理由に里親によって再入院。え？アルマ的なそういう。おお、なんだ、no! え、なんか Painting pictures on your flesh, they can smell it. 彼ら赤い、え、今これ血なのかな。なんか紋章みたいのが手についたけど、グロースティックはなるべく使ってった方がいいの。残骸ってのが右下6分の1になったね。あと5個探すので、残骸に呪われてるっていうの。出口を探す。なんか聞こえる。おっと、拾った。アダム、君がこの前話していたものを見たと思う。あれが一体何だったのかわからないが、あれは人間じゃない。俺はじっと見ていたかと思ったら、光を当てたら消えたんだ。ビリーは俺が影を見たんだって言うが、俺の目に間違いはない。あそこには何かただものじゃない。何かがある。転任を俺が言ったつもりだ、ジョージ。転任願いを出すつもりか。ああ、まあここに勤めてる方ですね。あ、ちょっとビビり始めて。おお、 I can't do this. どうも、ちょっと、危ねえ。幻覚？幻覚なのか？ああ、虫がいっぱいいる。あ、またジョージ。ボイラー室には何かある。
掃除しているとあそこから何かが動く音が聞こえるんだ。保証する。保証しなくていいわ。絶対にネズミなんかじゃない。もっと何か大きなものだ。何かはまだわからないが、あそこに行くときには要注意だ。ボイラー室？あ、こっちでも閉まってるね、ここね。あれ？ああ、虫が蛍光灯に。こっち開くか。怖い。ゆっくりドアを開けさせてくれ。あ、ケミカルライトが。私音楽が少しずつ大きくなった。まあそんなね、まだ序盤ですから、そんな出てくるはず。あの車椅子絶対やばい。俺はもう鍛えられたんだ、アウトラストで。どっち？左、右、大丈夫。わ、バレる！ Oh my god！ 何？おぉ！びっくりした。なんか、スマートフォンがちょっとこう、電磁パルス受けたみたいな感じで、カウンター UAB 食らったような感じになる。あそこにある。鏡がある。1936年6月7日、患者15、15だね。患者、年齢は7歳。は夜、病室に現れる怪物の恐怖に見舞われている。ほうほうほう。見た感じだと。あ、戻れない。さっきの人のことを言ってるんだろうな。夜出てくる怪物ってのは。暗い。グロースティック使ってった方がいいのか。明るいところは明るいんだね。あぶれちゃった。ちょっと待って。あ、やばい、走ったら分かんなくない。あ、でも近づいてくるわけじゃないの。あ、どん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 マップ。ハロー、ハロー。わわわわわわ。くそ、くそ、作ったやつめ。やばいやばい、手汗が、手汗が。また。なんか、ポルターガイスト、あ、しか、幻覚なのかな。やばいやばいやばい、もう自分がいる場所が分かんなくなってきた。あ、あそこに。これだな。彼は火に弱い。火を使うんだ。ああ、ケミカルライトを使ってれば奴らは近づいてこれないんだな。え、でも松明ってのもあったからな。まあ、とりあえずでもこれで、これさえあれば私が最強だ。近づく者ならこの、俺はかかってこい。あ、怖い。1936年2月16日、患者279。患者が夜、病室で影のような姿を見たという報告。患者15に見られるような暴力的行動を避けるため、スタッフは患者を妄想に患者を適度な監視のもと、まあ、あの、監視兼、まあ、もうこう動けなくさせたってことだね。まあ、旗から見たらね、あんなの見えたらおかしいもんね。ケミカルライトがある限りは大丈夫。あ、でも松明も私1個持ってるな。何あれ、なんか、うわっ、紋章が。これ近づいて大丈夫なのか。I've got to get through。ここを進まないと、もう進めないもんね。鍵のマークがさ、ここにあるんだよね、マップを見ると。なんだろうね。うん、ここにあるね。大丈夫かな。奴が出てきたら、ライトを使う。こっちは行った。行った場所は記されるから。 Anybody there? 誰かそこにいるのか。いない。
ったグロースティック、うわびっくりした、こっちか、こっち進んでないな、あちょ投げちゃった、拾えない、E で投げれるんだな、グロースティック、いいね。 I know you're there. あ、あ、ちょっと待って、かぶってて字幕が見れない、これ後で見る、シグナル、やつらが来るとシグナルがうんたらかんたらって言ってたね。今んところはね、そんな、あ、でも残骸6分の6ゲットしたから、これで、一回、ここ左曲がれば、さっきの場所に戻れるから、戻ってグロースティックを、前にいるだろう、グロースティックスタンバイ。お、自分の足跡が見えるんだな。残骸を全部集めたから。もうここには用はない。いないいない。なんだあれ。嫌な予感がする。すごいピアノの音がするな。何これ。何これ。つー、これは一体何だ。The hell is this? 大丈夫なのこれ。浮いてるけど、ウイスキーボトルとか。クマとか。どうしたらいいんだ。こう、クマが取れるみたいな。なんだ。It began with infection, a black veil of sickness, disease, and despair, sudden and swift. Oh, 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 what the hell? なんだこれ。Can it be?見えるわ。なねねねねねね、これでもう全然説明がないとわかんない。で、気になるのがね、右下の脅威っていうのがなんか変なマークに変わってるんだな。あ、ここ開くの？中に入れるの？なんか痛い、あ、なに、あ、バレッ、あ、おいしょ、い、関係ないか、なんか歩いてるよ、子供がね、裸足で歩いてるような音が聞こえる、こ、クマ、クマ持ってる間、バババババ近づいてきた、あ、この、この結界の中にいれば絶対大丈夫、消えた、え、ちょっシジル、これシジルってんな、クマの名前で、多分触らなければ大丈夫だと思うんだが、誰かそこにいるの、後ろの方で声聞こえる、なんだ、あ、これは
よし、一回すぐそこまで戻ってだな。え？いいんだよな。そうだ、戻ってきた。そうだね、これで4つ集めて、ただこれを持っているとグロースティック使えないから、ただこれが多分鍵がかかっていた扉を開けるだろうね。ちょっとさ、多分俺のマイクの調子が悪いんだと思うけど、ブツブツノイズが入って、逆にそれがゲーム上の演出みたいな。ちょっと後でちゃんと確認してみる。右だね。なんか走ると急に、あ、ちょ、いや絶対違う、これ俺のノイズじゃないこれ。いやもうこれゲーム内のノイズが、くそ。あ、いやなんかだんだん近づいてきてね、気のせい。やばいやばい。あ、何？あ、びっくりした。もうちょっと勝手にそのライトをなんか手前に照らしたりするんじゃない？やばい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 。何かが近づいてきてる。後ろ近づいてきてるとかなし。ここだね。あ、オッケー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 。あ、なんかシジルが共鳴してる。おお。開いた。あ、もう俺速攻でグロースティック使う。あれ？発動できない。あ、何？グロースティックスタンバイ。オッケー。これで奴ら近づけまい。私はね、自分のね、産地を守るためだったら何だってするぞ。お、あるぞ。全従業員へ。ふんふん。ふん。ふんふん。ん？あ、これ重要ですね。ドアを使う前にはブレーカーをリセットしなければいけません。記録室の棚の中の電源スイッチの場所を確認しておいてください。棚の中の電源スイッチ、なんか隠してあるのかな、管理局。ここを少し光ってるが、これ今は使えないようだ。どこ、棚の中。お、全従業員。ふんふん。10分間の休息で。ふんふん。ふんふん。ふん。ふんふんふん。ああ、もうこれは、それに登ることで、謎が解けるっていう、そういう感じでしょう。ふわっ。いいね。穴もなんかだいぶ広いから、逃げやすい。ふわっ。ふわっ。なんか腰の曲がったおばさんが走り抜けてったんだけど、幽霊とかより普通に怖いんですけど、あれどういうことだ。ほい、ダニエルズの自殺。うん、え、死亡している、そこで。うん、遺書があった。うん、うん、はあ、リストカットってことかな。まあ、自殺した奇妙な、自分が命を絶ってしまう。あそこにあるの。おかわり。何？過去からの幽霊、ミッドアイランド。ええ。ここは。まあ最初の方に読んでたあまりだけど、こう刑務所、もともとは刑務所なの。さっきあっちが走ってたんだな。あ、あそこにある、かすかに見えるぞ。お、
クリングの人々が犯罪の罪に問われている16歳の女の子キルことを許され罪を認め有罪判決公主家邪悪病院蔓延した病気の診療に対応。どういうことだ、一体どういうことだ、まだよくわからない。動けない。あ、こっち来ないで、投げる。なあ、ノーダメージだ。それほどの痛みからしちゃう。亡霊、亡霊ってこと。1938年3月3日。結構ね、最初のこう新しいお医者さん来たのが1907年だったから、だいぶ経ってるな。患者 90D。 うわ、患者はガラスを保護しているメッシュに顔を打ちつけていた。うわ、完全に血で覆われておる。いや、もうさ、やばい病院になってるわけでしょ。患者がみんな異常な行動をしてしまう。1931年3月27日、患者 90D。 患者は彼女の顔全体に血を吐きかけ、呪い。やっぱりなんか呪いとか関係してるのかな。でもパトリースに対してだけは違う。不思議にも彼女だけは特別らしい。パトリース、誰だパトリースって。さっきから出てる人があのパトリースなのかな。オブジェクトのいくつかは、オブジェクトのいくつかは登れます。ロープで縛られたボックスは動かせます。これか、どうやって動かすんだこれか。よいしょ。ここに隣接させれば、よし、バイオハザードみたいだな。登って、あ、すんごいゆっくり。もう一丁登って、あれがあれだね、ブレーカー。でもね、降りた瞬間何か起こりそう。俺はそんな気がしてならない。よいしょ、何も起きない。スイッチを、なんか向こう側にいるような気がするな。オン。おお。あ、気のせい。大丈夫そうだな。あ、でもこれこのままじゃいけないから、これ押して登って、もう一段登って、この上歩いていけば。怖い。俺ね、高いところダメなんだよ、これ。足滑ったりしたら嫌でしょ。登って。あ、だいぶショートカットできたんじゃないかな。そうだね。最初、ここにいたから、ここ降りても大丈夫なのかな。ほっ。で、ボタンを押すとシャッターが開くはずだ。お、そこが開くの。はい、ということでね、だいたい30分ぐらいになったかな。ここで一旦閉めて、次回はあの開いた扉から進んでいきたいと思います。今んところはね、私は、全然一回もビビってないんじゃないかな。あ、一回もビビってないと思うので、このままビビらずやっていければいいなと思います。ほんじゃ、またな。